ダイソー新作コスメ、ドットアイカラーパレットベリー300円。これを使ってメイクしてみます。まずは下地、ファンデーションはティルティール使いました。明るいところで見るとめっちゃ綺麗。赤が好きなのでこの色メインで、片目だけ塗ったけど反対も塗っていくよ。下側も赤くしてます。白いなめらめを黒目の下に置いてみる。一番ラメラメのを黒目の上にのせてみる。そしたらあとは100円のアイシャドウ、濃い色で眉と涙袋を描きました。ダイソーのアイラインボルドをちょっとダブルラインにします。目の下もさらに赤くしときます。アイラインの前にビューラー、セリアのマスカラなぜか茶色、セリアのアイラインこっちはわざと茶色、でも上ラインは黒のが好みかも。ボトルタイプが結局使いやすい。下まつげは逆まつげでほぼ抜いてるので描きます。黒もあったけど下はナチュラル目が良かったので茶色、でも黒でも良き。リップを塗ってみます。もっと黒いのが好み。ここに少し塗るの好き。ダイソーコンシーラーで鼻の下の赤みを消すよ。髪を結びます。片方ずつ仮止めしてツインテールに。三つ編みにしてシニオンにします。巻きつけたらピンで固定するだけ。反対も同じ。飾りピンつけます。完成。グリップ式だから簡単。完成です。ありがとうございます。